長野県議会議員山岸義明氏、県政を語る。今回も CTK のスタジオからお送りしていきます。山岸さん、よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。さて、山岸さん、まずは新型コロナの陽性ということで自宅療養されたということでしたけれども、はいはい、あの復活されて回復されたということで安心しました。はいはい、大変お探ししましてすみませんでした。 県議会の中で感染された方が出たということで実際に、ね、感染されて改めてこの感染拡大を防ぐためにどんなことが必要だなとお感じになりましたか本当にあの本,会、ね、本会議の開会中の中でございましたけども、はい、まあ私の場合はあのちょうど 隣の議員さんが感染しまして私は濃厚接触者だということで<ー>、えー、検査をしなさいということで<ー>検査した結果陽性ということでございましたあ,、はい、まあ,あの自宅待機ということで症状はあまりなかったんですけども、はい、まああ10日間隔離ということでございました今回こういうことがありましてやっぱりあの 本当にあの見えない敵とそば、うん、にいますので、はい、誰がかかってもおかしくないという状況だと思います、はいまああの私も本当にあの手洗いの徹底とか、うん、マスクということはし,、はい、あのしっかりとやっていましたけどね。はい、やはりあの 会派の中で食事をしたりお話をしたりということの中で、はい、えまあ陽性になったかなと感じているところでございます。うんえー、まこれにはもう本当にあのまあ、あの本当のもう基本ですけどまあこれからこのコロナに関してはもう、うん。 もう手洗いのしっかりとした徹底、うん、そして、まあ、マスクの着用、これはもうしていかないとだめ、はいえー、だと思いますの十分感染には、えー、気をつけていただきたいなと思っています、はいはい、あの軽症だったということで、では自宅でずっと待機されてということだったんですね。 はい、あの県議会ではですね、まあ、16日に閉会となったわけですけれども、はい、議員間での感染が相次いだということで、まあ、オンライン形式の導入も含めてそういった委員会審議の在り方を研究していくことになったそうですねオンラインの関係につきましては、はいえー、以前から話は進んでいました。 そういう中で今回、このような、うん、あ本議会中また、委員会の開催もちょっと滞ったということもありましたので、えーまあ、オンラインに向けては、まあ、これはもう、まああのー、方向性間違ってないと思いますし、うん、もうこれからそういう時代だと思っていますので、はいえー、これから我々も特に進めてまいりたいと思っています。 まだ中には、ですね、えー、まだ議論され、うん、十分にされてないんじゃないかという方もおりますけれども、これからの対応とすれば、うんえー、しっかりとですねタブレットを持っていただいて、うんえー、ペーパー数をなくしていくということで、うんえー、県警も、えー、これからしっかりと取り組んでまいりたいと思ってます、うん、はい、はい、分かりましたさて、改めて県議会2月定例会についてお話を伺っていきたいと思います。 えー、県提出議案72議案が原案通り可決した、はい、ということですけれども今回の予算ですが過去最大規模だったということですね、はい、総額1兆848億円となった新年度予算案のそのポイントを教えてください。はいはい、そうですね兆800 48億ということでございますので、はい、まあそのポイントとしまして、ですね、えーまあ、重点テーマ、これにつきましては、ですね、えー、新型コロナから県民の命を守り、また暮らしと産業を支えましょうということで、県民の暮らしの支援、充実、そしてまた、えー、県全体のですね、えー、経済成長を目指すということで、組んでいます。はいはい また2つ目にですね、えー、災害に強い県づくりということでたび重なる災害があるわけでございますけれども、まあ、普及・復興に、えー、全力を尽くしていくということでございまして県民の安全・安心なあ地域づくりまたしっかりした雇用を確保していくということでございます。 3つ目がです、ね、産業、そしてまた暮らしのコロナからの復興ということでございまして信、うんまあ、州回帰プロジェクトまた長野県の DX 戦略を推進していき、まあ、活力ある長野県をつくっていくということでございます。 4つ目が脱炭素社会の構築に取り組んでいくということで、はいまあ、ゼロカーボンの戦略、これを目的達成のために、はいえー、努力していくということでございます。またあの、えー、脱炭素、そしてまた地球温暖化対策への本格的に取り組むということですね。 誰も取り残さない、うんえー、公正な社会づくりということでございまして、まあ、この、えー、共生社会の実現ということで、ですね本当にあのみんながい、うん、一緒にこう、はい、誰一人取り残さない社会づくりに、えー、邁進していくということでございます、はい、SDGs ということでございますでね、はいはい、また6つ目がですね誰もが主体的に学び続けられる社会づくりということでございまして、まあ、本当にあの、えー 時代に適応したあ能力を身につけるということで、うんえー、リカレント教育ということでですね、はいまあ、社会人になってからも、えーえー、いろんな学校なり講座などを受けて<ー>自分たちのスキルアップしていくという,う取り組みにやっぱり支援をしていきましょうということでございましてあ<ー>、まあ、大きく6つのポイントということで。はい 新しい予算を組んであります。はい、はい。ありがとうございます。新年度予算案六つのポイントについてお話をいただきました。そしてこの二月見解ではロシアのウクライナ侵攻に対して決議を可決したということですね。はい、こちらについても教えてください。そうですね。はい。あの各の県の県の皆さん、はい、そしてまた市町村からも出ておりますけれども。 まああの奈良県議会からも、えー、ロシアのウクライナの侵攻、えー、に対して、うん、まあ本会議におきまして、えー、ロシアウクライナ侵攻を強く非難する決議案ということで、はい、もう全会派一致の上で、はいえー、可決をしたところでございます。うん、まあこれはもう本当にあの毎日のように、えー、放送されておりますけれども本当にあの私もですね、えー、明白的に明白にも。 えー、国際法違反だと思っておりますので、うんはい、一日も早いまあ解決をお,、はいうん、お願いをしたいと、まあ、これによって本当に経済もだんだんおかしくなってきますしね、はい、あの原油もどんどん上がってくるまた、えー、金融機関も混乱しているという状況なので、はい、まあ本当にあの解決を願うところですね。そ,そして 条例についいてはかかがですかあそうですすそうね、はいあのー、今回、えー、条例案が2本ありまして、はいえー、まず、あのー、少子化対策の推進条例というのは、はい、これはもう以前から、奈良県議会も3年前からですね、はいえー、いろいろ全議員で議員連盟を作って、勉強会をやってきまして、はいえー、やっとですね、えー、ここまで。えー こぎつきました、はいえー、県民の希望をかなえる少子化対策の推進に関する条例ということでございまして、はい、この条例に関しましてはあ全員一致で、うんえー、成立しました、はい、まああのー、結婚また妊娠また、えー、出産子育てこういうことにつきましてもですね、えー、いろんな、えー、価値観を尊重してですね、うん、県民一人一人の 希望を叶えることができる社会の実現を目指すというものでございます、はい、そしてもう1つがですね、はいえー、県の犯罪被害者等の支援条例ということでございますね、はい、これもまたあの犯罪の被害を受けた人の早期回復そしてまた生活再建のための支援ということでございまして作業、あのー 被害を受けた皆さん、本当に苦しんでいますので、ねこの条例は本当に奈良県の場合は全国最初にできたということですね。全国に先駆けてということですね。それと、議員提出の意見書案、これが7案可決しました、この意見書につきましては、国や政府に対しまして、要望をするということでございまして。 まあ、特に、えー、何点かはあ公共地域公公共通交通に、ねはいえー、対する一層の支援これを求めるということ、ねはい、そしてまたコロナワクチンの接種のさら、えー、なる推進をお願いしたいと、はい、また外国人人材の適正な受け入れに向けた、えー、入国また、在留の管理をしっかりしていただきたいと。はい またあー今のサイバー攻撃ですね、はいはい、これについてもしっかりとしたです、ね、安全保障体制の確立としていただきたいというような7件ー、えー、可決したところでございます大変重要な案件が可決した、はい、ということですけれども今回の2月定例会では山岸県議、ご自身一般質問に立たれていますえ、ねはい、どんな内容で質問されたのか教えてください。はい えと久々に、はい、出させていただきましたけれども3本ありまして、はい、1>, 1本が、えー、林業の抱える課題ということでございまして長野県は新人県ということで、えー、約80%が、うん、あー山に囲まれているというところでございます、うんうんまあ知事も言ってます新人県から林業県に、うん、するということでございますので、はい、少し、えー、林業のことについて、うんえー 部長にお聞きしたところでごまああの、えー、林業はなかなかあ大変なああの仕事でございますので、はい、まあその辺につきましても人材の確保そし,てそしてまた、あのー、林業農業でもそうですけどスマート化ーそしてまた一番は、まあ、林業がしっかりと成り立つようなこう儲かる林業をおしてもらいたいそういう政策を、はい してくださいということをお願いをしたところでございますまたもう一点はですね、えー、長野県観光機構というので、はいえー、これはまあ長野県の観光協会という,う名称から、はいえー、10年前に長野県、えー、観光機構という組織になりまして DMO ですね県の DMO ですね、はい、それが今あ観光機構は今銀座長野とか、うん、あーえー いろんなこうスキーキャンペーンとか、ああいろんなあの観光事業を進めております。うん、まああの観光機構につきましては、まあ県のまあ出先機関なんですけど、もっと県,県と部局としっかりと連携をしてもっとあの。えー 活発に活動するように、はいうん、ちょうどこのコロナ禍でございますので、えー、これからの観光機構の見直していかなきゃいけないんじゃないかということで、はいえー、質問をさせていただきました。はい経営の見直しをそうですね。かかるということですね。はい、はいはい、それともう一点がですね、えー、道徳教育ということで、えー、させていただきました。はい、まああのー、道徳教育につきましてはですねあのー。うん 今学校でも道徳教育が強化化されたということでございますし今、本当にあの、えー、道徳というものがなかなか大人も、はい、あ少しかけてきているんじゃないかということであのいつですかね、はい、先々月ですかね、はい、あの高校生が電車の中であのソファに座ってタバコを吸っている。 方に声をかけたら殴られて、はい、ほ頬,頬の骨を折ったという、はい、そしてまた電車から降ろされて、うんえー、殴られたというような事件があったということ、はい、本当にもうそういう時代、うん、またあのそこで電車で見ていた皆さんも、えー、声もかけない手も出さない、うん、見て見ぬふりをしているということでこういう社会をなんとか。あ 見直していいいくべきじゃないかと,いうことでまああのしっかりとしたですねこういう道徳教育考える道徳をこれから教育の中に取り組んでいただきたいなということを、まあ、教育長にお伺いしましたそしてまたあの知事はですね今本当にあの道徳教育ということで、まあ、あの今少子化が進む中でやはりあの 地元の、えー、郷土愛を育てることが必要ではないかと、うん、そうすることによって、えー、定住人口は増えてくるんでしょうということですね、うんうん、また、えーまあ、オリンピックは終わりましたけど、うん、オリンピックだけじゃなくてもっとあの自分の国を愛するというか、ねうんはい、そしてこう、うん、それはもう、えー、ふるさとを愛するということで。 しっかりとそういう教育をしていくことが必要ではないかということで質問をさせていただきました。はい、ま、あの皆さんね。本当に前向きな回答をいただきました。うん、はい、はい、まあ今、山岸県議がおっしゃったように、本当に道徳っていう部分は人として欠かせない部分、大切な部分でもありますね。うん、大人のその道徳感っていうところの欠如っていうところが心配になって。な できますけれどもうん、うん、しっかりとね子どもも大人もそういった部分ねあの徹底して、まあ、みんなでこうねいい道徳教育作り上げていけるといいですよね。そうですね。はい、もう本当にあの道徳教育はあの、うん、重要な課題でございますんで、えー、やはり、はい、あの今は戦争をやってますけど、うん、ああいうことはもう本当にもう、うん、あの。 見直すような,、はい、ような教育をしていかなきゃいけないと思いますよね今の質問の中で林業のお話もありましたけれども、はい、小ろ市では地域でぬか樹の森林生産組合が表彰も受けたという嬉しい話題もありましたね、はいはい、そうでかぬか樹の皆さんも本当にあの地域ぐるみで林業に取り組んでおります。うんええ はい、そういった取り組みが表彰を受けてきた、はい、ということですけれどもそして観光の面先ほどお話ありましたけれどもこれから観光の復興というところも大きな課題となってくると思いますがこの辺り、今年はまた大きなイベントもありますがいかかがででしょうかそうそすね、まああのー、来月から、はい、御柱そしてまた全国十五会長ということがございますのでこれからもう観光の復興にしっかりと力を入れていかなきゃいけないと。うん 思います。まあ、あのー、そのためにも、長野県の観光機構はですね、えー。しっかりと活動していただいて。大、はい、いにピーアーをしていただき、誘、うん、客に努めていただくということでございます。まあ、はい、コロナに負けないようにね、うんはい、やっていきましょう。はい、水コロナの中で、いかに進めていくかっていうところですね。はい、さて、長野県議会では、新たな委員会構成も決まったということで。山岸県議は、環境文教委員会、環境文教委員会に。そうですね。はい。はい えー、今度、環境・文教委員会ということでございますの環境につきましてはこの地域の,、まあのうん、私もちょっと取り組んでいきたいというのは、まあえー、今、課題の、うん、ソーラー関係、はいえー、ソーラーパネルについてちょっと、うんまあ、そんな取り組みをしたりまた、文教の教育委員会につきましては今度、小諸高校小諸商業が、はい、あ一緒になるということで統合される 地元の高校のしっかりとした、はい、学校を作ってもらうような、はい、取り組みをやっていきたいと思っています。はい、はい、よろしくお願いします。そして、会派の方では、自民党の県議団の政調会長に指されたそ、ね。ということですけれども、中席、はい、を担うことになりますが。はいはい、お気持ちはいかがでしょうか。はい、そうですね。まあ、あの政調会長というのは、やっぱり、はい、あの。まあ、あの議員の中の。 まあ、自民党の中心ですけれども、はい、政策を作ったり、はいまあ、政策の勉強会をしたりということでございますんで、これからのね、奈良県に対してのこう政策について、はいえー、しっかりとですねあの、委員会の皆さんと取り組んでまいりたいと思ってます。私も、はいまあ、も今度は5年の、えー、委員会にも はい、新五年計画の議会にも入ってますので、はいえー、それについても一緒にですね、はいえー、進めていければと思ってます。はい、期待しております。はい、はい。それでは改めまして新年度を迎えます市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい。はい、はいえー。コロナもいよいよお収まってもらいたい。そしてまた、はいえー、新しい四月のスタートでございます。えー、今年は奈良県大きなイベントを がたくさん控えております。まあ、いよいよ観光の振興復興に、えー、皆さんともにですね全力を尽くしてですね、えー、長野県発展のために尽くしてまいりたいと思ってますのでよろしくお願いしたいと思います。はい、はい。ありがとうございます。この番組では皆さんからのご意見やご質問も受け付けています。長野県政に関すること、県議会に関することなどご質問やご意見を CTK までお寄せください。 それでは今月の放送はこのあたりで失礼いたしますさようなら